PL 学園で5期連続甲子園に出場し、通算13本の最多本塁打記録を持つ清原和博氏、夏の選手権で2度の全国制覇も経験。桑田真澄氏との KK コンビは高校野球の歴史に刻まれています。その清原氏と寮で同部屋だったのが、2学年下で横浜ベイスターズで活躍した野村博樹氏です。野村氏は清原氏に部屋であることをさせられて野球が強くなったと言います。一体何をさせられたのでしょうか。野村氏だからこそ知る清原氏の意外な素顔を紹介したいと思います。清原と同部屋だった野村博樹が明かす、僕は清原さんにあんなことをさせられて強くなりました。清原と野村、2人が寮で同じ部屋になったのは、野村が PL 学園に入学して間もない頃でした。野村は広島市出身、父が広陵高校の野球部だったこともあり、小さい頃から野球漬けの日々を過ごします。中学のボーイズリーグでの活躍が、PL 学園の目に留まり、誘いを受けて PL 学園に入学。野村は甲子園での活躍を夢見て、広島ではなく大阪で挑戦する道を選びます。しかし、待っていたのは壮絶な寮生活でした。朝は6時半起床ですが、1年生はそれより30分早く起きて食事を済ませる必要がありました。ところが音が大きい目覚まし時計は、同じ部屋の先輩を起こしてしまうため使えない。じゃあどうやって起きるかと言ったら気合です。と野村は言います。6時に起きると強く念じることを続け、6時前に目が覚める体になったそうです。寮では冷たいお茶を飲むことも禁止。部屋では1年生は基本は正座。先輩が楽にしていいぞと言うと、体育座りに。食事の配膳をするのも1年生の仕事で、先輩が食べ終わるまで周りで立っていなければならない。米はふんわり盛る。先輩の好みの味に調味料で整えるなど細かいこだわりもありました。先輩の多いという声が聞こえたら、どこにいても駆けつけなければならない。声に対する反応が遅いと、それはそれで怒られます。野村は、多いが一番怖い、何頼まれるかわからないから、と振り返ります。学校にいる間も多いが聞こえたら駆けつける必要があるので気が抜けません。学校が終わると、練習までの間に一つの試練が待ち受けます。PL 学園の野球寮は付き人制。担当する先輩が練習前に食べる食事は、付き人が作らなければならないのです。チャーハンが定番でしたが、ここで問題だったのが寮にあるコンロが3つしかなかったこと。就業のチャイムが鳴ると、1年生は一斉に寮に向かってダッシュ。3つのコンロを我先にと奪い合いで、喧嘩が起きることは日常茶飯事でした。食事を用意し、先輩のユニフォームを練習前にビシッと畳んでおくのも1年生の仕事。清原は、そこでコンロを取るのが遅れると、すべての予定が狂ってしまう、と言います。清原は1年生の頃から4番を打っていたので、そういった下っ端仕事はしていないと思われがちです。しかし、実際は他の1年生と同様の仕事をこなし、先輩のしごきがきつかったと振り返ります。 PL 学園で先輩の言うことは絶対です。野村が入学した時に清原は3年、1年にとっての3年生は神様のような存在だったと言います。はいといいえだけ、いいえもはいという感じで、はいと言いながら、なんて言ったかなって考えるんです。とにかく先輩の話には早くはいと答えなければいけなかったと野村。ある時、野村が清原にこう頼まれました。おい野村、報知持ってきてくれ。スポーツ報知、報知新聞を持ってくるように清原が頼んだのです。ところが、これを野村は、おい野村、包丁を持ってきてくれ、と聞き間違えました。野村は混乱しました。包丁って言ったかな。でも包丁はちゃうよな。そう思ったものの、野村は清原のもとへ本当に包丁を持っていきました。お前殺させ言うんかボケ。思わぬものを持ってこられた清原は呆れ、包丁の裏で野村の頭をコツンとしたそうです。清原さんはすごく優しかった。同じ部屋で過ごした野村はこう言います。
寝る時に清原はバットを抱いていました。それを見た野村は、清原さんがバット抱いて寝るんだったら俺はボールだと思った、自分はピッチャーだったからボールを持って寝ようと思って、でも夜中に背中の方にボールが転がって痛くて目が覚めた。ただ優しい清原との生活で野村が一番きつかったということがあります。それは奥月三道と清原が名付けていたマッサージです。マッサージ名の由来は、寮から学校までの道のりにある奥月三道、大井野村、奥月三道やってくれ、清原からいつものように声がかかります。仰向けになった清原の両足首のあたりを野村が手に持ちます。清原がテクテクテクと声を出します。奥月三道を歩くイメージで、その声に合わせて野村が手首を返して清原の太ももを震わせ、これが清原はマッサージのように気持ちよかったのだそうです。ただ単調には終わりません。野村、ちょっと走ろうか、テク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 、掛け声が早くなり、野村はそれに合わせて手首の返しを早めなければなりません。時に清原はさらに悪乗りすることもありました。野村悪い、忘れもんや、もう一回寮まで帰るぞ、ダッシュや、テク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 、野村は限界まで手首を高速で返し続けます。30分ほどその苦行に耐えると野村は汗だくに、野村は言います。僕、あれで握力が強くなりました。左投げのピッチャーの野村はキレのある速球が持ち味でした。高校時代は同期に立浪和義、片岡篤史、橋本清、一学年下に宮本慎也がおり、甲子園で春夏連覇を達成。プロ入り後に左肘を怪我してからはスライダーやシュート、スクリューなど多彩な変化球を投げ分けるスタイルに変化しました。速球も変化球も操るのには握力が不可欠です。清原の独自のマッサージで鍛えられたからこそ、野村は日本一も経験し、プロ15年で101勝を挙げる投手になれたと言っても過言ではありません。一方の清原も、野村に整えてもらったどっしりとした下半身でホームランを量産しました。3年の最後の夏には甲子園の決勝戦で2本のホームラン。テレビ実況の甲子園は清原のためにあるのかというフレーズは今も語り継がれています。 PL の野球寮で生活していた野村は、 KK コンビのもう一人桑田の素顔を垣間見ることもありました。とにかく桑田さんはストイック。野村がこう表現する桑田は、特に体調管理には気を使っていたといいます。真夏でも寝るときにエアコンはつけない、冷たいものを飲みすぎない、エアコンをつけないので寝られなかったのは同部屋だった立浪です。立浪は桑田から特に可愛がられて、一緒に練習をしていた後輩でした。ただあまりにも暑いことに耐えかねて、立浪は夜中に部屋を抜け出すこともしばしば、勉学室でエアコンをかけて椅子を並べた簡易ベッドで寝ていたそうです。肩を冷やさないという桑田の管理は徹底されていました。大井野村、ポカリ買ってきて。野村が桑田からある時に買い物を頼まれました。お金をもらって自動販売機で 250ml のポカリスエットを購入。桑田に渡すと、桑田はコップに3分の1ほどを缶から移し、少しずつ飲み始めます。残りのポカリスエットは野村にくれたのです。夏に冷たいものを一気に飲みたいと思うのに、あれはすごい。今は夏場に積極的に水分は取った方が良いというのは当たり前ですが、当時はなぜか水を飲むなという指導がされていた時代でした。そのストイックさは桑田の体にも現れていたといいます。野村が桑田にマッサージを頼まれました。桑田の体に触れると野村は衝撃を受けます。豆腐みたい、めちゃくちゃ柔らかい。清原との筋肉の質の違いにびっくりしました。桑田はそこまで大柄な選手ではありません。むしろ野球選手の中では小柄な方です。それでも体を大きく使った投球フォームから切れ味鋭い速球を投げ、打っては巧みなバットコントロールでボールをスタンドまで運ぶ野球センスに加えて、日頃のストイックな姿勢が桑田の土台となっていたのです。豆腐のような筋肉の桑田に対して、
清原さんはくっそ重いんすよ、と野村。高校3年にして体が出来上がっていた188センチの清原。野村が初めて清原と遭遇した時に受けた衝撃を振り返ります。初めて清原さんと会った時、おっさんにしか見えなかった。それだけ体格に恵まれていた清原は、高校まではピッチャーもやっていました。しかし桑田の投球を見て、ものが違うと投手を続けることを諦めたと言います。桑田の名前は噂には聞いてた。中学で140キロ投げるとか、誰が桑田かと思ったら背が小さい方で、こいつが桑田かと思った。清原が入学時の印象をこう語るほど、桑田は小柄でした。桑田には意外な食のこだわりもありました。練習から寮に戻ってきて食事がカレーの時は、多い1年カレー冷やしといてと声がかかります。桑田が風呂に入っている間、食事を担当する1年はカレーをよそって冷蔵庫で冷やします。桑田は風呂から上がると、熱いご飯に冷たいカレーをかけて食べる。常人では思いつかないような発想と、尋常ならざる食へのこだわりを感じますね。また厳しい説教を受けている1年生に対しても、桑田は優しかったと言います。1年生がきつくやられている様子を見ると、やめといたれよと声をかけるのはいつも桑田でした。穏やかで冷静、野球以外の無駄なことに時間を使わない、桑田らしい人間性は昔から変わっていないです。高校野球の名門として一時代を築き、数々の名選手が巣立った PL 学園の寮ですが、度重なる不祥事が原因で野球寮は2002年3月末に廃止、野球部員も一般生徒と同じ寮で生活するようになり、その後は全寮制ではなく自宅からも通えるようになりました。ただ生徒数の減少とともに野球部員の減少にも歯止めをかけることができず、 PL 学園野球部は2016年夏の大会を最後に休部となります。再開のめどは立たず、桑田が OB 会長を務め、 PL 教団と復活に向けた話し合いをしているものの、なかなか進展がない状況が続いています。2023年1月に入り、野球部の OB 総会が開かれましたが、そこでの桑田の報告も歯切れの良いものではありませんでした。以前は幹部の方から復活を考えているという言葉を引き出せたが、そこから全く前進がない。生徒数が増えないと野球部自体も成り立たない。なんとか復活してほしいのが我々の願い。厳しい現状ではあるが、我々は粘り強く復活をサポートしたい。共に PL 学園で3年間を過ごした清原はこう言います。 PL の 1,2 年の生活があって、みんな今がある。理不尽なことがたくさんありながらも、それを乗り越えてプロで525本のホームランを放ちました。しかし2016年に覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕され、執行猶予付きの有罪判決を受けました。今の清原はそこから再起の途上にあります。自身の YouTube チャンネルで野村と対談した時にはこんなことを語りました。罪を犯したことはめちゃくちゃ反省してるし、後悔もしてる。一生消えない十字架として背負っていかなあかんねんけど、留置所の中の生活より PL の方が厳しかった。笑うとこやぞ。これに対し野村は、それはどのタイミングで笑うていいんか難しいんですよ、と返します。こうやって笑い話にできるようになったのも、野村のような後輩や野球仲間のサポートがあったからでしょうね。6年経ったから言えるけど、後輩と学校の話を笑ってできるのは嬉しい。清原は今も病院に通い、薬物依存と戦っています。長男は大学で野球をし、次男は春の選抜大会への出場が有力であり、清原の希望となっています。プロ野球の解説なども務めているので、今後のさらなる回復と活躍を期待しましょう。清原と野村、 PL 学園という過酷な寮生活の同部屋で、不思議なスキンシップから二人の絆が生まれました。清原の優しさを知っているからこそ、清原が過ちを犯しても野村は離れることなく慕っているのが、二人の関係性を物語っていると言えます。
清原が更生して野球界に貢献する姿を見たいですね。清原と野村のエピソードについて感じたことや皆さんが持った印象をぜひコメント欄でお聞かせください。またこの動画を見て面白かった、新たな知識を得られたという方はチャンネル登録や高評価ボタンを押していただけますと励みになります。他にも球界に関する裏話や知られざるストーリーを紹介する動画を配信しています。ぜひ合わせてご覧ください。